気をつけてお願いします。今日は別の文章とこれを比べてみたいと、ちょっと情報共有をしてみてください。こことここ同じだよねっていう場面を隣、それから前後でちょっと探してみて、生徒同士で答えを探していくっていうような動きが活発になってきたというような印象が強いです。きたー、そうそうそう。ってことは逆に言えば同じところってってもう見えてきたね。要するに今抜き出した共通点って何？暮らしノートの機能を使えば、その生徒が自分で作業をしながらリアルタイムでどんなことを生徒が書いているのかっていうのを見ることができる。こういう図でまとめていくと、文章でまとめていくよりも頭の中にイメージが入りやすい、整理がしやすいです。悩んでる生徒が自分の授業の中で、あ、そうかっていう風な顔をしたりだとか、もう実際にこう止まっていたペンがガーッと動き出してる瞬間を見た時に、こうよしと